今、東京駅のコンコースを八重洲口へ向かって歩いています。東京駅には皇居側の丸の内と日本橋側の八重洲の2カ所の出口があります。丸の内は都内有数のオフィス街、一方八重洲は開発が遅れていたためどことなく地味な印象でした。しかしミッドタウン八重洲の竣工を皮切りに八重洲も大規模な再開発がスタート。今回は八重洲の現在の様子をご覧いただきながら再開発の狙いについて考察していきたいと思います。ご紹介する場所はこちらです。八重洲口の改札を出ます。外国人観光客がたくさんいますね。撮影しているのは平日の午前中なのですが、意外とビジネスマンは少なく、観光客やお買い物客が多かったです。正面の左手はオフィスビルと劇場が建設される八重洲1丁目東地区。こちらは再開発を拒否し独自路線を歩んだヤンマーのビル。そしてすでに開業している八重洲ミッドタウン。ミッドタウンの先も絶賛工事中です。各エリアの計画と工事の進捗は後ほど詳しくご紹介します。地下街を歩いて八重洲ミッドタウンへ向かいます。八重洲口の商業施設といえば大丸百貨店とこちらの八重洲地下街が有名ですね。この地下街は都内最大の広さだそうです。2023年にオープンした八重洲ミッドタウン。ミッドタウンとは三井不動産が建設する複合施設の名称。八重洲は六本木、日比谷に続いて3番目のミッドタウンです。建物は主にオフィスビルになっているセントラルタワーとマンションのセントラルスクエアに分かれています。セントラルタワーの地下1階です。食事に来られたと思われる女性グループや家族連れの姿が目につきました。セントラルタワーの約6割はオフィスフロアになっています。できたばかりのビルで東京駅からのアクセスも抜群なのですが、しかし三井不動産はオフィスの誘致に難航したそうです。複数のフロアを借りているのはもともとこの場所にあった企業のみ。オフィスビルは有名企業が入っていることで価値が高まるのですが、ミッドタウン八重洲にはシンボルとなるような企業は入っていません。上層階にあるブルガリホテル東京は最も安いお部屋でも1泊25万円以上。
今、外資系のファンドが最も目をつけているのがラグジュアリーホテル。高ければ高いほど海外の富裕層やインバウンドから需要があるので利益が大きいそうです。こちらはミッドタウンの地下1階にできたバスターミナルです。運行しているのは八重洲と全国の観光地を結ぶツアーバスがメイン。都内の行き先は新宿と渋谷だけ。まさにインバウンドのためのターミナルといえます。まだ全面開業はしていませんので、現在のところは町田のバスセンターみたいな感じですね。2028年の全面開業時には新宿のバスタを上回る巨大ターミナルになるそうです。ここからは再開発のお話をさせていただきます。ミッドタウンの隣にあるヤンマーの本社ビル、ヤンボーマーボー天気予報の会社です。この場所も再開発の計画に含まれていたのですが、ヤンマーはそれを拒否、独自で自社ビルを建て替えました。ミッドタウンの裏手は再開発の対象に含まれていなかったため、今も雑居ビルが立ち並んでいます。でも何かの建設工事が行われていますので、近いうちにこの辺りのビルも新しく建て替えられていくのだと思います。それでは再開発の工事が行われているミッドタウンの両側、八重洲1丁目地区、そして2丁目地区をご紹介していきます。正面は八重洲一丁目東地区と呼ばれているエリア、路地裏の飲み屋街が広がっていた場所です。現在オフィスビルの建設工事が行われています。かつての路地は封鎖されフェンスに囲まれていました。飲み屋さんはかろうじて残っていましたが、近いうちに全部撤去されると思います。三菱地所が土地を持っていた丸の内側と比べて、八重洲は町人の町だったため地権が複雑でなかなか再開発ができなかったそうです。再開発エリアにもまだ立ち退きに反対しているビルが残っています。大黒屋もヤンマーのように我が道を行くのでしょうか。オフィスビルが建設されるエリアの東側には劇場、イベントホール、そして外国人向けのクリニックが建設されます。こちらの一角です。東京都は海外からの投資を呼び込むことを目標に掲げています。外資を呼び込むには裕福な外国人が住める環境を整備しなければなりません。展示会やミーティングが行える大会場、ナイトライフが楽しめるアミューズメント施設、そして英語が通じる医療機関や子供が通えるインターナショナルスクール、サラリーマンの息抜きの場所だった八重洲1丁目には外国人の投資を呼び込むための施設が整備されます。
続いてミッドタウンの南側、八重洲2丁目へ行ってみます。こちらにはサービスアパートメントとインターナショナルスクールが建設されます。サービスアパートメントとはホテル並みのサービスが受けられる外国人富裕層向けの長期滞在用宿泊施設。インターナショナルスクールは家族で引っ越してくる外国人の子供が通う学校です。2丁目も外国人の誘致を目的とした再開発エリアと言えそうですね。八重洲2丁目の再開発では三井不動産や住友不動産など大手5社のデベロッパーによる争奪戦が繰り広げられたそうです。理由はすでにミッドタウン八重洲が完成していたからです。ミッドタウンによって八重洲はオフィス街としてのイメージが浸透、後からできる建物は物件の価値が高まるそうです。今都内で行われている再開発はその目的のほとんどが企業とインバウンドの誘致です。しかし八重洲の再開発のターゲットは日系企業や短期滞在のインバウンドではないと思います。すでにオフィス街としての地位を確立している丸の内との差別化を図るためにも外国人向けのビジネスや住環境を整備して海外からの投資を促す。八重洲口の再開発が完了する2030年代、東京は外国人頼みの街になっているのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。